私は本当に未経験なので不安がいっぱいだったんですけども、とにかく先生も衛生士さんも、あと受付のスタッフさんもみんな優しいっていうところで、すごく丁寧に教えてくれるし、ちょっとこう私がもたついて迷惑かけちゃった時でも、いいよいいよって言ってくれるのはすごくほっとしました。私も理由が似てるんですけれども、やっぱ周りの先輩方が皆さん本当優しくて、親身になって相談にも乗ってくれるっていうところはとてもいいところだなというふうに思っております。あとは困った時とかミスしてしまった時にはフォローしてくれる。あとは失敗しても全然大丈夫っていう励ましとかももらえるので、そういう面で、あ、ここで働いてよかったなっていうふうに思っております。はい。僕たちは基本的に未経験でも特に問題なく働けるというふうに環境を作ってます。なので一個はマニュアルって結構分厚いマニュアルですね。まあ確かに覚えるのは大変なんですけども、家帰って先輩に聞けなかったなとか、もちろん聞いてもらって大丈夫なんですけども、先輩にどうしてもこう、あ、このタイミングで聞けなかったなっていう時に読み返す本ってなかなかないと思うんですね。なので院内でオリジナルのマニュアル作ってますので、まあそういうものをいつでも見れるような環境をまずは整えています。基本的に働いてから、じゃあ、勤務開始、その日からいきなりこう、バキュームを持ってとか、歯科助手をしてというわけではなくて、基本的にはまずは最初、先輩の動きを見ながら、まあ、横につくみたいなところから始めるので、まずはその受付の見学とか、助手ですね、アシスタントの見学とかとか、そこから始まるので、特に問題なく働けるかなと思ってます。とてもどこの院も仲はいいと思いますね。一緒にご飯食べてるスタッフも多いですし、あとはまあ、もちろん、定期的にイベント、他の院も含めて交流会みたいなのを設けてますので、で、まあ、そこでこう集まって、まあ、他の委員の助手さんとか、衛生士さんとかともコミュニケーションを取れるので、まあ、そういう意味では僕たちこう人数、結構3院合わせるとそれなりの人数になりますけども、そこの1個の委員だけじゃなくて、他の委員と、コミュニケーションが取れるので、助手さんの幅も、輪も広がるし、もちろん同じ委員でも衛生士、ドクターとみんな仲良くやってると思うので、そこは安心して働けるかなと思います。切り替えはすごいしっかりしてるなっていう感じで、業務中はもう本当みんなテキパキとして、もうそんなこう無駄話をしてるとかっていう人はもう勤務中はなくて、ただ休憩時間になるとやっぱ年も近いので、割かしその割と若い人が多いんだと思うので、休憩時間は本当にもう和気あいあいと話してるし、私たち新人でもその長く勤めてる方とそんな分け隔てなくお話できてるので、なんか雰囲気はすごくいいなと思います。そうですね。第一印象の時に、あ、この人怖そうって思った人がいなくて、皆様壁がないんですよ。なので、こっちから話しかけても、ちゃんと話に答えてくれるし、逆にポツンって言っても、先輩方から話しかけてくれるので、その点ではもう安心して働ける環境だなというふうに思っています。それぞれの委員で教育担当、もしくは仕事ごとによってですね、受付はじゃあこちらの方に聞いてください。またはまあアシスタント業はまあこちらの方に聞いてくださいというふうに設定しているので、それぞれの委員に聞ける人を整えた。基本的には受付から教えることが多いかなと思います。受付業務ができて、その後中の業務ができて、で、その両方がしっかりとできるようになったら、次は、トリートメントコーディネーター、患者さんにこう説明するとかというふうな教育をしています。もちろん外部の、セミナーとか行ってもらうこともあるので、そこら辺は、まあ、やる気次第と言ったらあれですけども、どこまで、助手さん、まあ、受付さんが望むかによって相談の向き。院が作ってるなんか結構教科書みたいなマニュアルもあるし、それ以外にスタッフさんが分かりやすくしてくれたちっちゃいメモ帳みたいなのがあるので、それに頼ってこうパッと見て、あ、これとこれだっていうふうにやっていくと、徐々に徐々に覚えていけたっていう感じです。経験して覚えていくっていう感じでそう、したね。なんか準備するものとかは本当に経験を積むごとに、なんとなく、あ、もうこの治療の時はこれとこれだって徐々に覚えてくるんですけど、
バキュームとか、あとは先生によってちょっとずつ治療法が違ったりっていうのは、うん、今でも練習中というか、うんうんうん、まだそこまで臨機応変に対応できるくらいの技術はつけられてないので、うん、さっきの患者さんのこの治療は何でこれを使ったんですかとか、バキューム、その口が開きづらい人とか、ほっぺがちょっと硬い人とか、どうすればよかったんですかっていうのは、その都度フィードバックをしてもらってるよね。うんうん、そうですね。私の場合は、一度聞いたことは、できるだけ聞き直さないようにしようと思っているので、まあ、常にメモをして、わからないときはそのメモを見返すようにしています。うん、なので、器具とかもわからなければ、メモを見て、あ、この器具はこの時に使うんだっていうふうに、すぐわかるように、常にポケットにメモ帳を入れて取り組んでいます。うん、最初はやっぱりバキュームとか、患者様のほっぺを吸っちゃってたんですよね。うん、なんですけれども、最近やっと、患者様のほっぺを吸わないでできるようになったので、ちょっと私の中ではもう喜びと、なんかちょっとずつ自信につながってきました。